内で終電になってしまいます。できますか小島さん。20分ですか。体力いっぱい分ですね。とりあえず配分ね。お調子さんこんばん。行きましょう。じゃあその前におトイレ。モグロさん、いいご紹介してくれましたね。ただし小島さん、妙な気だけは起こさないでくださいね。妙な気だって。音がとかく酔うと調査。儚さよ。